あれ、遠藤さんが編集してますか。そうです、はい。いや、大変ですね。いや、でもね、めっちゃ楽しいです、なんか。あ、楽しいって思われたら一番いいですよね。はい、なんかね、全くやったことなかったんですけど、すごいなんかお寿司に似てるなって思って、なんか、素材悪いと、いろいろテロップつけたり効果音をごまかさなきゃいけないんですよ。そうそうそう、ごまかしばっかりする。もう素材いいと、なんか BBC みたいに最低限のバック、はい、BGM とかあれだけで十分になります。私は、はい、どうなんですか、大先輩から見て。いえ、わかりますよ。もう拝見させてもらいましたから、日本酒のアルバムとか第1回目とかそのぐらいだと思って、超マニアックでした。うちはね、そう、そこしか狙ってないから、ね、絶対一般の人は同業者してるだろ。同業者で上向いてる人しか来ない。そうですね。多分カズと縁のは、例えばお寿司屋さんが教えるアジのさばき方。ああ、そうですね。まあなんか硬い包丁ランキングとか、多分そんな方がいいと思うんですけど。家庭でもできる。そうですね。手巻き寿司とか。目標はね、やっぱね、岸田修造、川田智代あたりが見る動画がベストなんで、視聴回数は100回だけど、めちゃめちゃ怖みたいな。ハマる。まあ、それがでも YouTube だと思うんですけどね。なんかいろんな、もう、あれ、でもほら、うちはもう出口コンテンツ。情報じゃないですか、YouTube っても。だから、IKKO さんのもすごい参考にもなりますし。他店の情報な垂れ流しですから、僕の動画って。目指そうと思ったら目指せないもん、やったら分かるよ。1万なら厳しいな。しかもみんな職人さんとかいろんなこと言ってるから、カットしたり、そうか、全部チェックしないといけないですよ。だから人に任せないのは、どこをカットしたらいいか分からないもん、任されて。そういうフローマーですか。じゃあ、アップしても後でカットできるんですよ。でも誰かが保存したらそれはもう残る、ね、そうですね、その編集する前に、元動画は。いやいや、コメントはどうするんですか。承認制ですか。もうアンチも含めますあまりにもそのお店に不利になるような、他の人が見て不利になるようなことは、僕はもう見えないようにしてるんです。ミュートみたいな感じ。承認制っていうか、自分が一回フィルターかけて反映されるやつと、なんかあるみたいですね。それはしてもらってないんですか。一応でも定期的にこうチェックしてるんで、通知が来るんでね。コメント、はい、コメント来ました。コメント、高いやつはもう、あまりにもひどいなと。まあまあ、行ったり来たり、なんかあります。悪意があるけど、多分同じ業界ファンだかなっていう感じでした。それとでも、その名誉毀損を訴えるとか、その辺が行けば、ちゃんとこう追跡して、で、9と1ヶ月に7本ぐらい、毎週以上ですね。そうですね。4日に1本やってるんです。結構大変ですよ。あとサブチャンネルもやってるって。それはもう OK ラスなんですよ。ああ、はい、ちょっと拝見します。それダブルでやってる、はい、楽しいですね。だからやればやるほど数字になるから。ただ影響が全部ストレートで自分です、はい、結果が。なんか寄せるんですか、自分がやりたいこと。あ、視聴者こういうのが喜ぶやろうな。やんないです。やんないです。ちょっと自分が楽しんでじゃないと絶対できないです。何かこれやるといけるんだろうなってやつだとやっぱり難しいですね。モチベーション維持できないです。あと僕が今これやってることって多分他の人できないんですよ。カウンターにカメラを大将と話しながらっていうスタンスで、料理だけ映して後でオフとか当てれば返す。あれはいっぱいいますけど、最近今日大将の会話1個も役に立つ。なんでどこなのマンゴーだな。わざと使えない使いますか、全然量ですね。末置きの場合なんか長くなりますね。こういろんな話が入ってくるから。いやでも本当はやったらすごさが、なんか気軽に、あ、IKKO さんあっちも来てくださいよって言えなくなると思うんですよ。言ってくれていいんですけど。いやでも本当に、それはやらないと、多分両親も一緒ですね。藤本さんに、いや、新規締めお願いしますって。行きます。この冬場のアレルギー出てみろよって思いますよね。それは好きで志願して出てるから
ただ好きでやってるもんね。そうですね。まあやることやればいいやん。強制もしないし、否定もしない。好きなやつが好きにやればいい。プラスね、多分ね、一光さんぐらいね、チャンネル登録者数と再生回数多かったら、あのね、人の延長じゃないですけど、いろんなね、めんどくさいメッセージとかね、嫌がっても来るんですよ。来るんですか。変なコメントは来ますね、よくね。よね、はい、結構メンタル部分でかいかもしれない。メンタルはそうですね。弱い人は絶対 YouTube できないです。そこはね、だって関係のやつが叩かれるかもしれない。お前関係ない。要はね、食べログみたいなもんです。うん、遠藤さんも来るんですか。遠藤さんもそういうの来るんですか。変な僕、承認制にします、メッセージ。あ、でも来る？いや、来ます。正直ね、うなぎの動画はややこしい人からメッセージ来ました。いやそうなんだ。料理系出すと本当多いですよ。多いですね。まあもちろんなんか、あれですと、いいメッセージもいっぱいありますけど、いつも見てますとかありますけど、でもなんかややこしいメッセージもあるんで、まあそこはでもメンタルですよね、それこそ。僕、速攻ブロックしたんですよ。言うと何だろう。いやでも本当大事ですよね。全員メンタル無敵や。うん、まあメンタルはあれや、間違いなく。そこは壊れとるけど心配。そう、本当地方のお店にとってはスーパー追い風ですね。地方自分だから面白いなと思いますね。だって取り上げてもらう機会ってないですからね。それでまあ言ったら 全世界、まあ世界まではですけど、日本中は確実に見る機会があるかと、ね、でもう半永久的にいつでもどっかから飲んでくるっていうのがある感じだね。テレビ1回でだいぶ地元のお米って地元の農家さんからもらうんですよ。山の中にあって遠野地区って言ってて、そこで90歳ぐらいの人たちがこう米取り1年分買って、それをこうなんていうの、新米じゃなくて前の年のやつを保管してもらって、なぜこうちょっと手の取りって、もうよく来た90のじいちゃん、長谷川前とこの筋やってっていう話だった。この辺で夢だと思って、うちが褒め下ろすっていうのが、また試される、俺も腹だけよみたいな。あ、そうですか。その方の例えばお孫さんとかみたいな、ね、真剣勝負で騙し合いの、騙し合いの、はい、騙されるやつがいい感じに普及していくんじゃないでしょうか。結構金目なんでしょう、金目の花屋さんとか、切れ切れしてな、まあ、おやさんになったら切れ、こっちは握れだと思ったんですまあね、ちょっとで、あれ今何人出てるの。今自分とソムリエとアルバイトで、あ、ソムリエ入ったんですか。ソムリエが入りまして、ペアリングで、ペアリングはやっぱりなんかこうワインと寿司合わせるっていうのが自分の中ではちょっと違うかな。今日本酒をやるんだったらもう本当に全部一貫一品に合わせるのをやろうって言ってるんですけど、やっぱそんな簡単には成立しないので、でもそれぐらいできるようになるまではそういうのはやらないと思って言って、今二人でもうとりあえず日本酒の種類はいつも何十種類も買って、まあ、置いといて。いや、ペアリングって難しいなと思って、なんか今はとりあえずペアリングみたいなものはやらずに、純粋に、まあ、日本酒でこう、まあ、種類を持ってお客さんのニーズにできるって答えられるみたいな、どういう要望が来てもそれを返せるような、そっちの方が絶対いつも揃えられるような感じ。ワインも、まあ、品揃えを、まあ、いろいろと増やして、減らしてもいろいろ出せれるようにしてみたいな感じには。寿司にワインってどうイメージが分かんないですよ。そういう正直ね、多分一昔前のお寿司だったら絶対ワイン無理なんですよ、うん、100%。 ただお寿司自体がめちゃくちゃ綺麗になってるんで、ワインってね、そんななんか日本酒みたいにアミノ酸が多いわけじゃないから、その臭みとかあると絶対的に受け止めることできなかったんですけど、なんていうんですかね、臭みがね、圧倒的に減ったじゃないですか。だからワインでも受け止めきれるんですよね。それこそ昭和のお寿司だったらちょっと下手くそな日本酒の方が堪忍してうまいぐらいのボディ感がないととてもじゃないですけど、もう今の大吟醸で
昭和のお寿司食ったらそれこそ日本酒でも臭いと思うんです多分間違いなく。まあだからなんか今流行りのああいうなんか香り系のなんか例えば14代とかまああの辺でも全然出口がなくはないんじゃないかなって。まあそれでもまあカプロンさん系はきついかなやっぱり。寿司に大吟醸ってやっぱ違和感あるんですよね。いやかなりありますけど、でも意外とね大吟醸の方がアミノ酸の数値高い時もあるから相性がいいやつとはバッチリ合ったりとかするたまに。まあそうです、まあ、でもやっぱ少ないですもちろん、うん、基本的にはあ日本酒の方が強いじゃんって思っちゃう時がある。いやいや全然ありますよもちろん。これ基本的に日本酒ですか。日本酒ですけど最近全然飲めなくなっちゃいましたあの純粋に楽しもうかなと。とりあえずの煽りはなんかもう別の生き物になっちゃってるから。あ、そうなんですか。なんかすごいカルキですね。カルキというかなんかケミカルな香りします。あなんかタイとか以上にイカが一番豊洲のってなんかケミカルな香りが。わかります。ケミカル食べ比べないと分かんないなその前にそれが一回ケミカルの意味が分かんないいやでも本当水道水の匂いというかなんかだって藤本さんとか来た時はなんか海の磯の香りするんですよ、うん、豊洲から来た魚って、うん、本当なんか水道水の匂いします。ちょっと濡れた香りとかは絶対します、うん、ねえそれこそなんかケミカルだよね本当にさ、パンチからパンチからケミカルの香り来たことないもんね、ほとんど。津川さんとかのアオリイカを食べると本当に